はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日なんですが、3月の1日に、新パックが実装されることになりましたので、こちらの新パックの、大当たりランキングを、発表していこうかなというふうに思っております。個人的な見解です、私のね。はい、で、早速ね、くっちゃべっててもしょうがないんで、まず第1位からいきましょう。第1位、まんじゅうコット。当たり前すぎ、もう遅すぎ、めちゃくちゃ遅かったじゃん、まんじゅうコットを実装すんの。しかもレアリティ SR って大丈夫？なんかソニックバールとかセンジゴットとか言うわじゃなかった、確か。なんか謎にまんじゅうコット SR ってなんか規制の空気を感じるけどね、ちょっと若干ね。で、まんじゅうコット何するかっていうと、もう言わずもがなんですけども、このカードが召喚特判定召喚に成功したときに、デッキから儀式モンスターか儀式魔法を持ってこれるということで、人権です、儀式デッキの人権。さすがに、今回のネクロスとかもうちょっと実装されてたりとか、今までやったら例えばベンデットとか、あの強い儀式デッキってのはいくつかあったんですけども、全ての儀式デッキをサポートする最強のカード、まんじゅうことさん、これは3枚集めましょう。はい、なのでメインなんで、3周する必要ないんですけども、 SR なんで、1.5 周ですかね。はい、皆さん 1.5 周していただくということでしょうね、今回のボックスは。で、第2位は R ナンバーズ27ド級戦艦ドレッドノイド。こいつ結構強いんですよ、シンプルにランク4として、R なんですけど、かなり性能は強くて硬いです、非常に。まずレベル4モンスターかける2体、で作れる2体以上で作れるモンスターで、このカード名の一部の効果は一旦2と使用できない。このカードが戦闘で当てモンスター開始したらバトルフィールド終了時に、ランク10以上の機械族エクシーズモンスター1体を自分のフィールドのこのカードの上に重ねてエクシーズ召喚扱いとしてエクストラデッキから特殊召喚すると。で、グッサクマックスとかね、重ねたりできるんで、結構今回グッサクマックスも来てるんだけども、非常に強力なモンスターなんですけども、一番の効果ね。2番目、フィールドのこのカードが戦闘効果で破壊される場合、代わりにこのカードのエクシー作用を1つ除くことができるということで、破壊耐性があるんですよ。これ結構硬いなと思ってまして、リンクスだったら結構強いんじゃないかなと。今ね、環境的にそのバウンスとか、除外とか流行ってるっていうか、結構多いので、そこまで強かって言われると微妙ですけど、一応その先行で出すランク4としては硬い方なんで、あんまりね、今先行妨害してくれるランク4ってリンクスにないんですよね。なんで固めるしかなくて、フィールドをという意味では非常に強力なカードだなと思ってるんで、2ぐらいでいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。第3位はこれかな、レッドアイズフレアメタルドラゴン。汎用レベル7のモンスターなので、レッドアイズってついてますけど、別にレッドアイズデッキじゃなくても出てくるんですけど、このカードはね、何が強いかっていうと、半減になっちゃってるんだけど、バーンダメージが強くて、こいつはすでに先行実装されているカードなんで、セレクションかなんかでなんで、持ってる人もいるかもしれないですけども、パックで実装されてるってことで第3位ですね。これバーンダメージが入るっていうことはどういうことかっていうと、これね、結構 OCG だとよくやるんだけど、その相手のライフがもう残り少ない時にこいつ出しておくんですよ。そうするともう相手動けなくて死んでいくっていうのが結構あるんですよね。これ相手がその魔法トラップモンスターの効果を発動するたびに250ダメージ、本来だったら500ダメージなんだけど、250ダメージをどんどん与えていくんですよ。だから例えば相手のライフがもう例えば500しかないという時にこいつ出せば、もうね、相手動けないですよ、ほとんど。もうカードを使わないで動くってほとんど無理じゃないですか。だからこいつは締めにも使えるし、シンプルに先行で出してもめっちゃ強い。要は相手がなんか動くたびにバン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 ダメージ入って、相手気づいたらなんか残りライフ全然ないみたいなことにもなるんで、非常に強いっていう。だと効果では破壊されないっていう効果ね、こいつは。このカードエクシーズデストライを持ったこのカードは効果で破壊されないっていう一番の効果 と、3番目の効果、一旦に一度このカードのエクシーズデストライを除くと自分の墓地の劣化で通常モンスターを駆使召喚できるよっていう、ここはあんま使わないと思うけど、普通のデッキだったらシンプルにその1番と2番の効果がかなり強いので、これは1枚は持っておいてほしいなって思ってるんで、第3位くらいかなと思ってます。次、第4位、グスタフマックスですよね。やっぱり超ド級砲塔列車グスタフマックス。はい、レベル10モンスター ×2 で作れるモンスターであると、1ターンに1度このカードのエクシーズ作用を1つ除いて相手に1000ポイントのダメージ、あれ半減になってるな。これは半減でしょうね、さすがに。もともとは OCG の方では2000ダメージなんですけども、さすがに2000ダメージは4000ライフのリンクスにおいて強すぎると思うんで、さすがにこれは1000ライフ1000ダメージで、半減してよかったカード、あんまりないんですよ。半減してよかったなっていうカードあんまないんですけど、これは半減してよかったと思うわ。
これはね、コナミ正解だと思ってます。はい、で、攻守が3000あるんで、非常に強いアタッカーとして機能するっていうことと、まあ、1000ダメージ与えた後にぶん殴られれば、まあ、4000ダメージをすぐに与えることができるんで、まあ、ワンキルも取れるということで、まあ、今回ボックスに入ってるデリック・レーンっていうモンスターと組み合わせると、まあ、結構簡単にワンキル取れると思うんですけども、まあ、レベル10のモンスターを並べる方法っていうのは、まあ、普通の汎用デッキだとなくて、やっぱりね、列車とかになっちゃうと思うんですけども、まあ、さすがにレベル10が並ぶデッキだったらこれめっちゃ強いと思うから、汎用的かって言われると微妙だけど強いと思うから第4位ランクインさせました。はい、次第5位。第5位はね、マサイの戦士。これはね、今は正直そんなに強くない、正直リンクスのカードプールだったら。これね、後々ぶっ壊れる予定なんですよね。魔界発原生行きデスガイドっていう、なんかこいつをその1体で出してくれるめっちゃ強いモンスターがいて、そいつとコンボした時とか、あと悲願とか、今リンクスにもあるけど悲願とかと組み合わさった時にこいつすごい強い効果を発揮するんだけど、このカード1番と2番の効果あって、2番の効果は一旦実装しかできない。このカードがモンスターゾーンに存在する限りマサイの戦士以外の自分のフィールドの悪魔族戦闘で効果で分解されないっていう、1番の効果はまあおまけですね、これあんま使わないです。これは2番目の効果、このカードが墓地を送れた場合、デッキからマサイの戦士以外の悪魔族を墓地を送ると。これが強いんですよ。なんか何でも送れるんです。レベル制限とかなくて、しかもどっから送られてもいいんですよ。まあ、手札からコストロして墓地を送られてもいいですし、単純にネオスフュージョンみたいなカードでデッキから送られてもいいですし、戦闘で破壊されてもいいんですよ。どっから送られても墓地に、送られたら悪魔族を墓地に送ることができる。例えばウィジャパンデッキっていうところのダークネクロフィアとか、あと彼岸でいうところの、まあ、なんかスカラマリオンとか、なんかね、悪魔族って墓地を送られると結構強いモンスターっていっぱいいて、でそういう、まあ、テーマに、このモンスターを刺しておくことによってかなりサポート強くなるんですよね。だから今はそんなに強くないと思うけど、後々ぶっ壊れるっていう意味でこのモンスターを第5位にしました。はい、以上です、ランキングは。まあ、個人的な意見すげえ入っちゃってるんで、まあ、皆さんが思うね、例えばメタルフォーゼを組みたいっていう方だったらメタルフォーゼが当たりかもしれないし、流星竜メテオブラックドラゴンがいいっていう人もいるかもしれないけど、汎用的なっていう意味を込めてランキングを作ると多分こんな感じになるんじゃないかなと思いますね。儀式デッキを組んでいる方は絶対このボックスマンジュゴットは回収しましょう。以上です。それではまた3月の1日の新パック放送でお会いしよう。じゃあね。